When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟は J1 の舞台で戦うアルビレックス新潟の勇士や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。まずはアルビの情報から。先月26日に行われた明治安田生命 J1 リーグ第25節、アルビはアウェーで鹿島アントラーズと対戦しました。今シーズンリーグ戦初の連勝を狙います。解説は日刊スポーツアルビ担当小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鹿島との一戦となりました。このラインナップご覧になっていかがでしょうか。そうですね、ワントップの長倉選手、まあ、相手の強いディフェンスラインにどう立ち向かっていくか注目でした。はい、デビュー戦も上々の出来。さあこの試合はどうなるんでしょうか。しかし前半9分でした。まあ、課題の立ち上がりという時間でしたが、このプレーいかがでしたか。そうですね、ちょっとこれ簡単にクロスを上げさせてしまったかなというところですね。はい、そしてゴール前ドンピシャヘディングシュートを決められてしまいました。このクロスにどうも課題があるような。そうですね、はい、そんな状況ですけれども、ディフェンスいかがでしたか。そうですね、ちょっとこの前のシーンでもボールをあえて蹴らされたような状況だったので、ちょっと入りにちょっと問題があったかなという感じですね。はい、さあそして続く前半30分です。鈴木優真が追加点。はい、あの顔で突っ込んできたらやっぱり怖いですか。そうですね、まあ、ここもなんですけど簡単にクロスを上げさせてしまった。ちょっと集中切れたわけじゃないんでしょうけど、うん、ほっかりちょっと。そうですね、ニアで触ったボールがいいところに転がっちゃったところもありますね。そうですね、ちょっとみんなボールを見すぎてしまったところでしょうか。はい、2失点ともクロスでした。いかがですか。そうですね、予想よりも鹿島がボールをつないできて、ちょっと対応に困っている間に2発入れられてしまった。で、攻撃でもちょっと前に差し込むようなパスがなかなか出せなかったですかね。さあこの課題どう修正していくんでしょうか。後半です。さあ後半2点ビハインドの中から後半16分、水戸が左サイドから仕掛けるも最後はここですね。いやー、これ惜しかったですね。ラストパス、はい、これがオフサイド。本当オフサイドになりましたけど、足1歩分ぐらいですかね、これ。そうなんですよね、得点の嗅覚みたいなものは持ってる選手なんですね。そうですね、 J1 初ゴールも近いと思います。はい、後半19分です。水戸のミドルこぼれてこうです。さあこのシュートいかがでしょう。いやー、抑えの効いたいいシュートだったんですけど、はい、惜しかったですね。わずかにクロスバーの上でした。いやー、ペンを仰ぎます。こうここで水戸に代わりまして小見を投入です。フレッシュな選手が入りました。高木から小見へ、これ決定的と言っても良かったんじゃありませんか。そうですね、新潟らしいゴールで、はい、こう相手の目線を変えながら細かいパスでつないで、最後小見選手よく枠に飛ばしましたけど、相手がナイスキーパーでしたね。しっかり反応していました。さあここで反撃むなしく試合終了、2対0という結果でした。いかがでしょう。そうですね、やはりこう前半の序盤の自失点が悔やまれるかなというところですね。では順位表です。アルビレックス新潟、これで15位に後退、勝ち点を積み上げることはできませんでした。なんとか挽回したいところです。アルビレックス新潟、今後の試合情報です。この後午後6時からホームで浦和レッズと、そして17日にはアウェーでガンバ大阪と対戦します。リーグ戦残り10試合を切ったアルビ、後半の巻き返しに期待しましょう。この後はアルビレディース大活躍。先月27日、女子サッカーウィーリーグカップ第1節が開催された新潟市陸上競技場。楽しみながら一生懸命やってるっていうところは魅力に感じますね。もうなんか同じ女性がすごく活躍してて、もうかっこいいし、もう魅力的だなって思っていつも見に来てます。みんな頑張ってください。サポーターの注目の的となっていたのが、2011年のワールドカップで世界一を経験したレジェンド新加入の川澄奈穂美です。この日はいきなりのスタメン出場、目立ってます。
アルビ一筋18年目の上尾野辺恵との幼馴染コンビにも期待が高まります。この試合アルビレディースはホームにチフレ AS エルフィン埼玉を迎えました。前半25分、スピードを生かして相手の裏に走り込んだのはキャプテンの石口。キーパーをかわしてまずは一発、チームを勢いづけます。ゴールの後初めに駆け寄ったのは川澄の元でした。ただでさえ暑い新潟、サポーターのボルテージも一気に上がります。そして前半34分、浮き球に反応したフォワード道上がペナルティーエリア内で倒され PK を獲得。蹴るのはもちろん道上本人、ニックネームはゴロリ。そして PK もゴロリと決めてアルビレディス2点のリードを奪います。チームメイトも駆け寄ります。川澄もこの笑顔でした。後半も勢いが止まらないアルビレディス。後半7分、中央にゴロリと転がったパス、これも道上ズバッと決めてこの日2ゴロリ。ガッツポーズです。さらに後半21分、コーナーキックです。今度は頭で合わせたのがやはり道上でした。ハットトリック達成、チーム全員が祝福します。最高のスタートを切りました。新加入の川澄も途中交代するまで攻守にわたりチームを支え、キレのある動きを見せました。Bリーグカップグループステージ第1節、アルビレディスは道上のハットトリックを含めて4対1と圧勝し好発進です。まあ、いいスタートがチームとして切れたかなと思ってます。本当に動ける選手が多くて主体的に自分たちで回すっていうことができてたので、で、まあ、チャンスがあればもうシンプルにいくっていうことが本当に実現できたかなと思うので、本当にいいサッカーができたかなと思ってます。まずもう一戦一戦本当に今日のことはまた置いといて、次に向けてしっかりみんなで準備できたらいいなと思ってるので、また引き続き頑張っていきたいと思います。そしてアルビレディースで初戦から活躍した川澄、勝利後のちゃんと愛してる新潟をサポーターと歌うのを楽しみにしていたんだと言います。ノリノリです。最高でした。もうあんなにノリノリで聞けるなんて思っていなかったので、これはやっぱり勝利したからこそだと思うので、とても嬉しかったです。もう皆さんオレンジでこうスタジアムを染めてくださってすごく嬉しかったですし、あの試合中もあのちょっと苦しい時間帯なんかにも特に声が聞こえてきてすごく力になりました。これからもキックオフ新潟はサッカーを通して地域に根ざしたクラブチームを応援していきます。